それでは次に、下書きの作り方に行きたいと思います。まず、ログインしていない場合は必ずログインしてください。右上のログインをクリックし、お名前とパスワードを入れて、ログインというブルーのボタンをクリックします。ログインパスワードは私は覚えさせています。で、こうするとですね、右上に皆さんの、赤い文字でですね、下書きという文字が出ると思います。で、これはですね、青いリンクはすでに記事が存在するもの。赤いリンクは Wikipedia 内にまだ記事が存在しないもので仮リンクと呼ばれています。で、この下書きをクリックすると、利用者サイボウスラッシュサンドボックスというのが出てきます。サンドボックスというのは各利用者ページに付属している下書きのページです。で、こちらはですね、利用者ページというのは自分の部屋として好きに使えるところです。検索には引っかかりません。他の人が見ることはできます。皆さんもご自分の作業がすべて公開されているということは認識していただきたいんですけれども、検索に引っかかることはなく、自分の部屋として下書きを置いておいたり、書き方の練習をすることに使えます。で、ここがですね、これを例えばテストと書いて、ページを公開という右の青いボタンを押します。で、ここはですね、とりあえず今は記入しなくて構いませんので、以上の記述を完全に理解し、同意した上で投稿するというボタンを押してください。すると、テストというのができるんですね。で、それでですね、で、こちらで、この下書き空間は好きなように使えます。で、編集をするときはどうするのかと言いますと、ここに右上に編集というやはり青いボタンがありますので、ここをクリックすると、このように、編集画面になります。で、例えば、テストの後に、テスト2と打って、この変更公開を押すと、また出てきますので、このブルーのボタンをクリックしてください。そうすると、保存ができます。で、ここで大事なことなんですけれども、履歴表示というところをクリックいたしますと、これ2回編集、私がこの下書きページを編集した痕跡が出てきます。で、このですね、1分前、一番最初に作った時の版というのをクリックすると、最初にテストという書いただけの版が出てきます。で、次の版をクリックすると、今の新しいテスト2っていう版が出てくるんですね。で、これはですね、Wikipedia は編集した版が全て保存されますので、行った作業はすべて、例えば、今見えている状態から消し去ったとしても、他の人が見ることができると、公開状態にあるということになります。このため、必ず Wikipedia 上での編集については、人に見せても構わないものを書くように気をつけてください。ただし、利用者ページは練習ができるところですので、編集作業を保存、例えば侮辱的なこととかを書かなければ、特に、いろいろ、例えば、ちょっと、単に作業を練習するためだけのテストとかいうようなことを書いても構いませんということです。